extra name. チョイスインデックス。イエーイ。さあ平山さん、はい、今回もやってきました。やってきましたね。非行な加古川店さん、もう ねこのチョイスインデックスでおなじみの、はい、加古川店さんお店となってますけども、はい、どうですか。前回パチスロ打って、はい、まあ、ちょっと出だし両方とも悪くて、まあ、なんとか最後ギリギリプラス持っていったという感じだったんですけど、はい、今回パチンコ勝負しようかなと思ってます、はい、いや私もめちゃくちゃ不調で今。そうなんですか。昨日もライトミドルのみで5万ぐらいいかれて、うん、え、何機種か打ってですか。全部ライトミドル4機種ぐらい打って打ち乱れて単発で、あー、ラッシュをつかめなかったってやつですか。ほぼ入れてないです。今日のこの気候の加古川店さん、ライトミドルはもちろんなんですけれども、うん、もう12月の新台もバチッと入ってきて、はい、すごい稼働でした。そうなんですよ、はい、もともと海シリーズ、北斗シリーズ、そしてユニコーンとかね、ガロも強いんですけど、うん、そこに乃木パが入ったりとか、まあ、うまい棒が入ってたりとか、うん、今月の新台でいうと、まあ、北斗の9ですかね、うん、あとケージのライトミドル、このあたりも入ってるんで、かなりこう選択肢広いと思います、はい、そうですね。ただ営業中のお店なんで、はい、台が空いてるかどうかというところですね。結構ね、そう、仕込んでましたよ。うん、だから何打つっていうよりも店内見てから台を決めることになると思うんですけれども、はい、今回も実践時間は3時間以内の実践となりますんで、はい、まあ大きな当たりを目指すもよし、初当たりを重視で打っていくのもよしということで、うん、この後店内で選んでいきたいと思いますよ、はいはい、そしてこちらの企画はですね、毎回おなじみの通りどちらが勝つかを視聴者の方に予想していただいて、予想が当たった方の中から抽選で、天ギフプレゼントとなってます、まあ、当選の内容は、まあ、こちら出てると思いますけれども、はい、ご覧ください。そして概要欄に応募フォームの方も載せておりますので、ぜひチェックしてどちらが勝つか楽しんでいただけたらと思います。それでは今回もチョイスインデックスよろしくお願いします。お願いします。今回のチョイスインデックスはパチンコ勝負ということで、まあ、営業中の気候な加古川店さんお邪魔して、新北斗無双のね空き台を一台抑えましたので、ちょっとミドルスペック短時間で出せるかどうか分かりませんけど打ちたいと思います。よろしくお願いします。ちなみに今日はまだ当たりゼロで98回転まで回されてるというところですね。当たりゼロからです、はい、当たりが引けるかどうかですね、まずね、まあ、あとはその後 50% で検討ラッシュですけど、なくとも100回時短がついてくるんで、まあ、初当たりさえ引けばちょっと面白くはなるかなと思ってます。あと今日はパチンコ勝負なんで、まあ、残り1時間ぐらいまで何もなかったら最後うまい棒空いてたら行こうかななんても思ってます。まあ、何もない状況でうまい棒いって何もなかったら悲惨な結果になるんですけど、やっぱりね、時間が限られてるから初当たりを取りに行くっていうのもいいんだけど、今のパチンコはやっぱ短時間でも勝負できるっていうところがまた魅力でもあるんで、ちょっとそのね、短時間でも十分な出玉を得られるっていうところをまずは目指して打っていきたいかなというところですね。赤タイマー、お、赤保留、赤タイマー、赤保留、16秒。最初のスーパーリーチです。最初のバトルリーチいきます。覚醒、こんなんで当たってくれたら楽ですけどね。お、赤い、ちょっとなくはないですからね。疑似連もなかったですけど、さあ奥義も出ず、ちょっとやっぱ微妙だと思いますね、リーチ自体は。ああ、赤、あと北斗七星出てくればいいですけどね、赤で。
赤赤赤うわーですよねーでしょうねーうーんじゃあ沖海ファーム今ねこれ1024回転ハマってるんですけどまあ1万発ちょっとマイナスなんでまあ20回ぐらいはあるかなっていうのとあとね最近ハイビスカスモード私海モードでしか基本打たないんですけどいつもハイビスカスモードの面白さにちょっと気づき始めたんで今日はこの2つのモードを駆使して打っていきたいと思います。おー熱い違和感やってる今ねこれ熱いよボタンは出る超普通あーダメかーあ、炎目熱い熱い熱い通り過ぎろよしこれですよ面白いはい、2ラウンドすぐ来るんで結構すぐ来るんで打っといた方がいい1050回転2ラウンドゲットなんかハイビスカスモードは一番連打してると炎目になって炎目になると結構もうもらいなんですよそれが面白いまた面白いところですねこのハイビスカスモードのあかんそれは良くないそれは良くないこの後にドゥルルルってならない8% 引いちゃった一番いらんあーもう最悪ノーマル？あ違うかもう絶対ダメやんああダメなもうダメや50回転6単発やったでもねこの台ねやっぱ電サポ後は時短が120回つくんですよそれがまたねいい通常時の通常は100回転しかつかないんですけど120回転つくんでそれが結構ねやっぱこの20回転1回だったらあんまり変わんないけどやっぱね何回も初当たり重ねていくと変わってくるんですよねこの20がね大事2回引いたら40、3回引いたら60ってね今までの100回転とは変わってくるんで振り分けが違うから結構この電柱で当てるっていうの大事なんですよ私は失敗しましたけどいやーもう今のはねマジでいい当たり方だったこのハイビスカスモードランキングでも5本の指に入るほどいい当たり方でしたで確変中はこの鼻が開いてる時にリーチになったら、当たれば確変閉じてる時に
リーチになったらピンチっていうやつなんですけど、結構このポンって開いた4回転チャンスしたチャンスなんですけど、ほとんどそれで当たることなくて、一点パッと後にポンって開いたりするパターンが結構熱い。これだとあんまり当たりに絡まない、ただの安心ですよっていう。あとは花が開いてる時にリーチになっても通常図柄だと結構外れます。白変図柄で花が開いてて、かつ夜とか行くとめっちゃ暑い。お、いいね。シグマメや。もう当たる。これは当たります。これ外れた時恥ずかしいんだよな、ちょっと。おー、大丈夫だ。イエーイ、やりました。嬉しい。順調です。くんのよ、こうやって。終わりかな、これは。あー、しゃあない。ダメ、ダメなランプです。でも4連チャンだね、これで5000発くらい。で、また時短が120。なんて甘い台なんだ。終わった。いやー、全然いい。すぐ当たって連チャンするって言えば最高な、最高な感じでしたよ。ちょっとじゃあ審査さんの様子を一度見に行きますか。今ね、多分5000発、5500個ぐらい持ち玉があって、投資が4000円なんで、だいぶプラス。すぐ当たったのが本当でかい。なんか守ってもいいしな、これ。小ささんがめっちゃ出てたらちょっと考えようかな。どうですか？何打ってるんですか？私、おきゅうみ5で、出玉あり5連 ?4 連かな ?5 連よ、今5000発ぐらい出ました。嘘。やば。え、いくら使ってます？4000円。早っ。おきゅうみ5? はい。やばいっすね。今いい感じです。今1万5000円使って当たりゼロです。じゃあ私の方が有利ですね。今ラッシュ入ったらおきゅうみのだから2回分を1回で取るんで。そうですね、ラッシュ入ったらですよね。でもラッシュ入れば。え、今まだ確変中ですか？いや、もう終わりました。もう終わりました。どんどん打ってください。わかりました。そっか、5000発素晴らしい。いや、 できれば、はい、昨日だいぶ負けたって言われたんで、はい、昨日の負け取り返してほしいんですけど。いや、じゃあもう守りに入ろうかな。出た。わかりました。ちょっと頑張ります。はい、はい、いや、もう無理せんでいいやろ。もう今んとこ1万5000円で当たりゼロ。